皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。本日は6月9日日曜日、明日からの新たな1週間に向けてですね、本日1日は、音楽三昧の、ゆったりとした素晴らしい休日をお過ごしいただきたいと思います。さて、昨日の新規初投稿はですね、座間市、エフェボーさん隣ですね、相模原市の隣の座間市の17歳、軽音部所属のアイサーさんからね、ちょっと今回驚いたのはですね、ハードケースの中にですね、あの HX ストンプ、が、ね、入っておりますですね、なんて高価なボードなんだろうというふうに思いましたですね。で、それでその上にですね、ディーゼルのハーバートペダル、凶悪な歪みね、お買い上げということなんですけど、この大きさはね HX ストンプとほぼ同じなんですよね。 HX ストンプってあんだけ優秀で、この、大きさっていうかね、筐体に、マルチがね詰められているってすごいなというふうに改めて思いましたです。とってもね、高価なボードということでね、マイページも公開いただいておりますので、このボードのねサウンドもですね、ぜひともね次回、アイサーさんぜひともねアップいただけたらありがたいなというふうに思います。投稿誠にありがとうございました。それからね、5回目の投稿、大阪の枚方市32歳京次さん、からね投稿いただきました。ディレイ買うつもりがね、ディレイも買ったけど歪みも買っちゃったということでね、まずあの肝心のね、ディレイの方はですね、アクアパスというですね、ウェイヒュージのメイキですね、それから歪みの方はですね 1995FX ってあの札幌に、いらっしゃいますこの新進気鋭のビルダーさんがですね、ハンドメイド、でねお作りになってる、歪みですね、ぜひとも試奏、していただきたいというふうに思います。ということでね、京次さんのまたコメントが面白いんですけどね、エフェクター沼、からですね、もう今はエフェクター海です読み方いいのかね、エフェクター海じゃなくてエフェクター海でいいんですかね沼どころか急に海になっちゃったということでね、どんどん、マイニューギアしていただいてですね、組み替えていただいて、どんどんエフェボに投稿いただけたらありがたいなというふうに思っております。いつもね、アイサーさん、それからね、キョイさん投稿誠にありがとうございました。そしてね、最後になりますけど、エフェボー T シャツ、黒と白をね連日ご紹介してまいりましたけどもね、注文の方、いくつかいただいておりまして誠にありがとうございます。明日、月曜日にですね、取りまとめてね、第1弾の発注を入れたいというふうに思いますので、またね、届きましたらね、また、エフェボーチャンネルツイートなどでねお知らせしていきたいと思います。ぜひとも皆様方ね、この夏はねエフェボー T シャツ、着ていただいてですね、楽器、手に行ったりですね、スタジオで練習したりですね、使っていただけたらなというふうに思っております。それではね、本日日曜日もねちょっと天気悪いみたいですけどもね、体調に気をつけつつ素晴らしい日曜日をねお過ごしいただきたいと思います。またエフェボーへのね、令和初ボード、マイニューギアしたらね、ぜひとも投稿いただいたり、閲覧して楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございました。